外は冷たい風、あったかいもの食べたい。でもその前、あったかいだからね、でもその前にイソジンでうがい手洗い忘れないでね。今夜も最後まで聞いてね。ケイちゃんのブンちゃんのベイジング868。ページをめくれば懐かしい香りがする。ページをめくると新しい出会いがある。あなたと一緒に作る新しい1ページ、ページング868。こんばんは、ページング868。お相手の文ちゃんとけいちゃんです。この番組は FM86.8MHz ゆいまーるラジオ FM うるまのスタジオから生放送でお送りいたします。今晩も最後までよろしくお願いいたします。寒い寒いね、うん、やってきたねこの季節が。なんでワクワクする？俺はあんまりだけど女性はワクワクするでしょ。あ、着るもん。そう、これ着ようかなあれ着ようかなとかって、まあ、なんかね、去年の、はい、ね、着られてよかったみたいな、うん、ギリギリセーフでもあったかい美味しいものもいっぱいあるしね、食べたいよね。鍋食べたい、ね、おでん食べたい。おでんもいいね。あったかいスープ飲みたい。なんか水炊きみたいな、あのあれもいい、鶏の最近ね、よだれが、インターネット上でいろいろ見てると、うん、あの白菜のミルフィーユ鍋、これさ多分小栗旬がやってんじゃん、なんか CM でこの挟んでからお肉、あの出汁の元の、そうあだからだ。一回やってみようかな。や、ね、感想作ってみて、うん、すごい簡単操作ね。白菜洗って、そう、いい種類でしょ。白菜肉、そう、白菜肉でこう、はい、やべえ。で多分そんなにたくさん水は入れなくていいんでしょ、うんうん、白菜からね、うん、汁から出てくるし水から持ってる水あれ、そこにニラを巻いて、はい、でちょっとあのプッチンプッチンプッチン、あ、水木ひろしさんの一人鍋、一人かい一瞬も出たし、水木一人は嫌だ。あ、でもね、この今一人用の鍋もあるちゃんとあるし、あるよね、美味しいはずね。100均でも売ってるらしいからね、うん、やっぱり美味しくできるようになってるんじゃない？なってるはずね。ね、あの3円行ってもあるさ、計算されて一人鍋たまたにでもあれって、うん、ほらあの家族みんなで作る、どうしても鍋って大量の具材になってしまうから、うん、よりもちょっとした夜食って言ったらね、一つでいいかもよ、あれね。えちょっと残してもさ、たす、なんていうの、あ、翌日の朝の雑炊、雑炊もできるし、いいな。ちょっとうどん入れても朝さささって、これのスープだけでもいいしね、うんうんうん、朝ね、うんうん、あ、ねえ、やっぱりけいちゃんにはね、うん、美しい洋服よりも美味しい食べ物ですねもうどうしよう、着れなくなったらまた忘年会のね、海外さんあ、わかった、あのチャイナドレスみたいに全部スリット入れれば横からスースー風が入るけど今自分で想像してから笑ったでもそうなるかもスリット入れてあなたも言えないわよ俺ね、前の方からさブチブチブチはじけていそう、あの全部羽織る系になる服がしまらなくて、うんうん、さ、皆様からそういう経験談をお待ちしております。いるか、いるかファックスの方は 965-4868、 そして E メールの方は 868@fm-urma.com まで、皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。一気に寒くなったので、うん、急いで曲を今週選んだんですけれども、ね、この曲どうでしょうか。ちょっとあの、うん、天気だけじゃなくてね、うん、気持ちまで寒くなってくるっていうの、ちょっと寂しくなってくる曲ですね。いいじゃん、
はい、はい、山口百恵で冬の色。ページング868ゆいまるラジオ FM ウルマのスタジオから生放送でお送りしております。皆様からのリクエストメッセージをお待ちしておりますよ。ファックスの方は 965-4868 965-4868、 そして E メールの方は 868@fm-urma.com 868@fm-urma.com まで皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。お待ちしてますね。やっぱちょっと切ない曲だったよね、はい、ね、冬なんかね、冬の歌ってやっぱりねちょっとね、うん、寂しいかなっていう感じですよね。ね、はい、なんかな、もうねほら、あの暗くなるのも早くなっていうことで、だからよ、うん、はい、ひったくりはまあこの地域ではあまりないですけどね、うん、都会では多いのかな、うん、あとストーカー行為ですね、はい、これもね、ま、どうだろう、ストーカーの種類っていうのはなんか以前交際してた人が別れてさ、うん、それでもまたね、うん、はい、復活を求めてこう追いかけていくっていうのもあるんですけど、うん、またそれ以外のものもあるじゃないですか、うん、妄想系で、まあ、
見知らぬ女性なんだけど、俺の彼女みたいななんか妄想で、はいはいはい、で追いかけていく人、これもですね今なんですか、好きになった女性と交際したい、うん、好きな女性に交際を拒絶された、さっきね、うん、あの元彼とか思いを受け入れてもらえない、うん、なの 恋愛感情、感情、うん、その他行為の感情または恋愛感情が満たされなかったことに対する、うん、怨念の、感情を、うん、まあ、怨念の感情を持ってきてストーカー、それがストーカー行為っていうことに、はいはい、なっているっていうことなんですけど、うん、これもですねまたこのスマホ LINE とかでも、もう昔、うん、昔はファックスとか電話攻撃だったんですよ。で今はスマホとかでやっぱり最初は悪ふざけするのかな、うん、でかあの、純粋な男の子がねこれをなんて受け入れちゃってなんか勘違いしてしまって、あ女の子がそれっぽいこうメッセージ、いや女の子とか男の子とかこれ指定するのもちょっと変だと思うけど、逆のパターンもあるわけだ、うん、だから一方が送った時にちょっと匂わすようなことを変えてしまって相手が勘違いすることによってそこから始まるっていうことなんだよね、うん、最初がやっぱり肝心なんだね、うん、ビシッて言わないといけないわけだ、ちゃんとした恋愛をしてくださいっていうこともありますよね、君とは友達ねって、うんうんなんていうのかな、やっぱりそれ以上はないよみたいな、うん、こんなさネットとかが あまりにも先に進んでしまってこの人間のと人間の付き合いがなんか遅れてきてこのちぐはぐな感じで、うん、それでもう勘違いが勘違いを生んで、うん、あとは妄想が、そうそうそう、妄想が膨れて爆発するみたいな、そう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 になってしまうわけだよね、うん、がありますね、うん、で、うんうん、で、もう最後にはこの事件になっちゃったりとか、うん、暴力事件や傷害事件になっちゃう恐れがあるのかな、もうこれもまあこのね近くではないけどまあね、でもやっぱりあれなんだよね、いつ起こってもおかしくない、あの、うん、文字だけで伝えてしまうと、うん、俺最近よくあるトラブルはやっぱりこの LINE とかメールばっかりとかあって、うんね、でそれってやっぱり文字だけだから、うん、顔が見えなくって声のトーンが聞こえなくって、うん、そうそうそう、何を本当は伝えたいのかっていうのが、うんうん、ちょっとだけ一個後ろに隠れてたりするんだよね、うんうん、よくさ LINE って言って子供たちの文章とか見るけど、いまいち上手じゃないのよこの文章が。ああ、子供たち同士ではこれ伝わってんのかなって心配するぐらいの。あ、そうなんだ、うん、やっぱりそこどっかで食い違ってしまって、うん、それでやっぱりね実際あったら何なのって感じでね、うん、お互いのもう 熱量が違うみたいな、はい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 、実際開けてみたらみたいな感じ、あれみたいな感じ、うん、そう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 、あの文字にするととてもこう盛り上がってるみたいな感じだけど、実際ははみたいな、どっか一歩下がってる、自分はあんなつもりじゃないよみたいな、でもこっちは相手側は、うん、ね、あの時あんなだったさ、あの時の文章は何みたいな感じのちぐはぐがなことが生じるので、気をつけてほしいですね、そういうところ、やっぱりそこはちょっと気をつけないといけないんだよね、うん、文字だけのコミュニケーションじゃなくて、うんうん、それは絶対間違っ、ちゃんと、うんね、言葉によるコミュニケーションが、うん、間違っていると思います、必要なわけだよね、はい、あと夜道とか歩くときで、うん、あの防犯グッズを、必ずつけてください、あ引っ張ったビーってやつ、うんうん、またスマホの話に戻るんだけど、うん、スマホ音楽スマホね、スマホ音楽聴いて歩いてったり、この LINE やりながら、うん、LINE 歩きじゃないあスマホをいじりながら歩くやつね、はいはいはい、それももう夢中になってると、うん、あの後ろから歩いてる、うん、ちょっとね怪しいおっさんが、うん、やつらに襲われる恐れもあります、その時ねバッグもね、あの危ないってバッグ、うん、うん、
これさ、やっぱり12月、1月あたり多いみたいですね。あ、なんかこうお世話しい、あ、多分な何かにあの考え事が多いんじゃないですか、うんうんうんね、いろいろ行事も多くて、はいはいはい、で、まあ、さらに音楽も、ね、忘年会って忘年会だけじゃないんじゃないまあね、いろいろあるじゃない、とにかく、うん、でさ、こんな時って、なんていうの注意散漫になるわけだそうそうそう、今の私、うん、音楽も聴かないといけない、次どこのお店に行かないといけないとか、うん、また LINE もしないといけない、はいはいはい、そんな感じで多分そわそわして歩いてるんでしょうね。うーん、とにかく一人歩きは一番危険だと思う。危険、うん、夜僕も、うん、僕もウォーキングしたりしてるんだけれども、ね、男性でも危ないと思うのよ。いや、それはそうだよ、ね、うん、人のいないところとかさ、うん、少ないところとかさ、そう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 、なるべく歩かないようにしてるよ、うん、で、ある晩ね、ウォーキングしてたら、うん、このウォーキング、まあ、運動公園の中だけど、うんうん、コースの中に、うん、丸きし反対側歩きする人がいるわけよ、ね、反対に走ってきたり歩いたりウォーキングする人っていうのは結構いるんだけど、うんうん、お互いにやっぱりちゃんと前向いて歩いてるから、うん、こう避けながら行くわけさね。あ、はいはいはい、ところ今ケイちゃんが言ったように、うん、スマホして、うん、イヤホンして、うん、あ、イヤホンして、うん、スマホをいじってて、うん、で両脇にバッグ抱えてたわけよ。あの両脇？両脇じゃねえや、両腕にね脇ってたねこう紙袋とかいろいろかけて歩いてる女性がいたんですよ。買い物袋とバッグで、そう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 、女性がいたんですよ。でこれ全体人が多いこの向く方向と反対方向に歩いてきてたわけさ、うんうん、つまり僕とは真正面に当たるような感じだけど、だけど、うん、こっちは見てるから確認してるから避けてるんだけど、うん、見てないから、うん、もうなんかどんどんか自分勝手に歩いていくわけよ、うん、スマホしか見てないからよく話してるけどねねえ、怖くて怖くて、本当にそれこそあれだよね、無用心で本当にもう本当に僕取ってくださいって言わんばかりのでしょ、うん、僕近づいても、うん、それ気づかないから、うん、紙袋をちょんってやってあげた、うん、あ、ちょっと、うん、女の子 に、注意させるために、そう、紙袋ちょんって、うん、ポンってちょっと軽く叩いてあげたんですよ、うんうん、そうするとはって言うわけさ、いやいや、はじゃなくて、うん、ここみんな歩いたり走ってるコースだから、うん、もっと避けるか、うん、スマホいじるのせめて聞くのはいいんだけど、うん、結局周り走ってる足音でさえ聞こえてないんですよ、イヤホンしてるから。本当は危ない、迷惑だね。いや、まあ迷惑って言ったらあれなんだけど、うん、みんな通れる道じゃない、うんうん、だけどそこはみんな歩いたり走ったり、うん、通ったりしてる道だから、うんうん、お互いにやっぱり気配りが必要だから、うんうん、せめて人が一番多いところは避けて、はいはいはい、例えば通り過ぎてから、うん、それからまたいじり始めるとかってやってもらわないと危ないわけよ、ぶつかったら。このさ、緊急の時だったらまだいいさ、うん、立ち止まって緊急の時だけ返事して切って、はいはい、で早めに次の場所に移動するなりね、うん、いや、立ち止まった方がまだ安全だよね。そうですよね、うん、動いてるから、うん、走ってる対向で走ってきてる人たちも、うん、こうどんどん避けないといけないから、でそれ歩いててフラフラされると、うん、余計に危ないわけ、どこ行っていいのかわからないから。そうね、うん、うん、もう立ち止まった方がまだ安全。そう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 、うん、それかもう早足終わったら閉まって、そうですよ、まあ、イヤホン聞いてもいいけど、とにかくね、歩いて、うん、せめて目で見るか、うん、耳で聞くか、どっちか、うんうん、開けてもらわないと。本当ですよね、両方塞がってたらもう、うん、一番感覚のね、重要なところ全部塞がってるから、うん、本当に危ないですから。しかも今言ってたように、うん、日が暮れるの早い、早いですからね、うんうん、いつもの5時半とか6時に帰宅しようとしてても、うん、もう暗くなってるから、本当、うん、明るいうちだったらね、まだなんとかなるかもしれないけど、うん、暗くなると本当に危ないからね、用心してほしいです。気をつけていただきたいというふうに思います、はい、うん、ボイボイで寒いですからね、はい、皆さん、はい、気をつけましょう。気をつけてくださいね、体調にも気をつけて、はい、はい、それでは、うん、1曲、はい、いきましょうか。
こちらケイちゃんのリクエストの曲でいきましょう、はい、アナと雪の女王のサントラからこの曲です。雪だるま作ろう。
ページング868ゆいまるラジオ FM うるまのスタジオから生放送でお送りしております。皆様からのリクエストメッセージまだまだお待ちしておりますよ。ファックスの方は 965-4868 965-4868、 そして E メールの方は E メールの方は868@fm-urum.com まで、どんどん送ってください。送ってください。はい、どうぞ。宝くじが当選した翌年の税金がやばい。え、宝くじって非課税じゃないの？翌年。非課税でしょ？何なの？翌年って。誰もが夢見る宝くじの高額当選。宝くじで当選して5億円でも当たったらどうしようなんて考えたある人も、え、考えたことがある人も少なくないでしょう。私もそうですね。呼んでるね宝くじが当選したら使い道はそれぞれですが、皆さん税金についてちゃんと知っておいた方がいいですよ。なんか当たらんのにこんなのを心配していいんですかえ、宝くじって税金かからない？いらない、心配じゃないですか。だないんでしょ。ね、5億円だった、受け取り金額が税金がかかることによって3億、いや翌年には2億まで減ってしまう可能性があるので十分気をつけてくださいね。え、本当にこれなんだろう、なんかガセネタ捕まされてる。ガセネタなの？わからんわからん。あ、ロト6。いや一緒やん。一緒ね。え、競馬で一攫千金を夢見る。競馬、どうなんだろう。でもほら赤文字で宝くじの高額当選、宝くじ何の税金だろうねえ、うん、これさ、もしかしてもらった人、もらったら当たった本人はかからないけど、うん、贈与税的な、人にあげると贈与税になるから。なるの、うん、わお。でもいいじゃんこんな心配してみたいね当たってから心配したい、しね、うん、当たってから心配すればいいじゃんでも気になる。そうだよ、本当だ。当たったものは、うん、所得税は課さないとあるので、うん、当選金に関しては非課税なんですよ。そうです今。ただし、うん、贈与をすると、うん、誰かにあげると、うん、贈与税がかかるっていうことになるから、もうちょっと今スマホでやってるんですけど、100万円だろうが1億円だろうが、当選金額が高額少額にかかわらず非課税です。非課税です、はい、はいって何最初の何だったんですかみたいな。だからよ、ね、どこのガセネタをすいません、捕まされたのか。まあこんな心配ねしたいよね。じゃんじゃじゃーん、900円当選。当たったの、おめでとうございます。300円かける3だけどさグリーンジャンボ。あ、去年の、今年の、なんて聞かないんだった。グリ、あ、はいはい、グリーンジャンボは、グリーンジャンボ、ね、あ、オータムジャンボ、ごめんなさい、今年のオータムジャンボ。早い、10月もう出たんだ。10月だよこれ、うん、そして、うん、じゃじゃじゃーん、年末ジャンボ、今年の、今日買ってきました。どこで買った？三重石川の確か前もだったよね。前もこっちで買った。いいんだよ、なんか場所変えてさ買おうと思わない。全然そう、でも欲がない、飼ってる時点で欲があるけどさ面白い、今飼ってる時点で欲があるんだけど、なんかそことこ行ってとかっていう欲はない。あ、そこまではやりたくないみたいな難儀一応買わんとこの参加で、参加できないとね。そう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 、ね、だからその楽しみの一つで飼ってる、うんうん、いつも、うん、意外とねここでねポコって3000円でも当たれば大喜び、ね、うん、元取ればね、まあ、だいたい元取れないじゃん元取ることは期待してないこれも噂なのかな、また出た 10万円以上宝くじを買えば元が取れるとか。それ当たらなきゃ何もどうにもならないじゃん。違う、10万円以上ってさ1万円とか細かいのが入ってんじゃん。入ってると思う、俺当たらんければ本当に当たらないと思うよ。うん、元取らない、取らないと思う。
ちなみに今年はですね、うん、このジャンボ宝くじが70周年ということで、うん、桁が違う、うん、一等賞が7億円、うん、そしてこれ細かくしてくれない、はい、7000万をさ100名になるの、10名じゃない7000万10名だね10名じゃない、うん、あんまり見ないね、細かくないじゃん一等賞が7億円で前後賞が1億5000万円なので、うん、連番で買って一等前後賞合わせると10億円、うわで一等組違いが10万、うん、2等が1000万、うん、3等100万、4等5万、5等3000円、うん、6等300円、そして70周年記念賞というのがあって70万、はい、これでもいいよ ね、 当たったね、これでもいいと思う、70万でも、ね、パーッとね、旅行に行ったりね行ける行ける、うん、で年末ジャンボ宝くじ、うん、年末ジャンボミニっていうのが今年も発売されまして、うん、こちら1等7000万円です。これいつからなの？いや昨日から発売は、あ違う違う、このミニっていうやつ去年もあったと思うよ、あったの、一昨年もあったかな、一応悩むよね。いや悩まない、あそうなの、大きく当てる、うん、最初のやつねそう大きく当てる僕は、うんうん、当たらんけどでも気づいたんだけど、うん、結構長い期間売ってるんだよ、うん、12月22日まで発売、あそうなの、はい、うん、年末ジャンボは12月22日まで、うん、なんかさあの販売の当時、あ最初の販売日が昨日、昨日か最後に買いたいって感じがする、あ残り物にはだいたい最後忘れるからそうなのよ、間に合わないとかってやるから、うん、やめといた方がいいよ、もう僕はもう買ったから終わり、今週あ行ける時に名護あたりで、そうだよ、ね、早いうちに買わなきゃね、うん、当たらないですからね、はい、当てたい、でさっき話してたさっき話してた、さあまああの曲の間にね、なんだろう、紅白歌合戦の、あそうそう、出場者気になる、この後午後8時からの発表って、うんうん、はい、この後午後8時からの発表だそうです、うん、誰が出るかな、あったかいんだから、あれ終わったでしょ去年で、え去年だっけ、うん、今年じゃないの、去年でしょ、あのこのあったかいの流行語はね、あそっか、うん、じゃあ安心してくださいこれは歌になってるあ私が気になったのはさ、あの、うん、3名のお笑いの人がいるじゃない、あのマスクかけて裸で梅宮達夫とかやる、 あれなんだっけ、 あの人がさ今歌作ってんのよ、うん、とかくか、そうとかくとか、これはこの建物はくなのかとなのかってこれは剣なのか僕ねずっと探してるんですよ、あそうなの、ダウンロードではあるみたいなんですよ、うん、インターネットのこれ CD 欲しいな、探してお願いします、探して探せや いつもすいませんの、かけたいんですよ、どっかくとかどっちなんのか、ね、出るかな、出ないと、あ本人は出ませんって言ってたよ、へ紅白になんかね偉そうにねノミネートされまいって言いたいね、分からんよちょっと話題にはなったからね、うん、重くり監督から出てきましたからね、よく考えるなと思うよ、考えるよねあの番組も、うん、ねえ面白い、面白いよね、もう一つ NHK の番組だったんだけど、うんうんうん、火曜10時から、うん、あの仲間由紀恵が主演のね、うん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 、その中で、うん、あの高橋ジョージがはいやってるその歌、うんうん、田所深夜だったかなこの詳しいでしょ、毎週見てたんですよその番組、俺見てない終わりいやそれを、うん、あの紅白にぜひ出してほしい、あれじゃない、高橋ジョージじゃなくてね名前で、最低でもワンコーナーで出るんじゃない、あでそうね、だって NHK だもん、ね、最近 NHK そういう手で自分たちの番組 PR するからね、ジェジェジェとかねジェジェジェとかねでもジェジェジェの時は盛り上がったもん、ね、小泉今日子とあれはね、うん、薬師丸さんもね、ひろこめす今顔が面白かったからあの許すごめんなさい、似てないけどごめんなさい、ひろこめす
静かに。すいません。薬師丸ひろ子は紅白に出たことなかったらなんて、だからあのジェジェジェの中で中で出て歌うのが紅白初出場だったって。あ、そうなんだ。すごいんじゃない？ね、うん、ありがたいね、このドラマの中でね。そう、もうヒットしてよかったよ。うん、あのひろこちゃんにとってもうやらんよ俺。今期待してる。ラジオだっつうね、テレビじゃないんだから。このあと8時から NHK で発表だそうですので、今日の夜 の、うん、のニュースとかね、楽しみに、はい、待ってる。いろんな番組で紹介されるかもしれないので、うん、期待してください。それでは薬師丸ひろ子のではなくて小泉今日子の曲をお届けしましょうね。じゃあ仲間、はい、木枯らしに抱かれて。
ベイジングウェザー、気になる明日、そして週末のお天気をお伝えします。まずは天気概況です。沖縄地方は大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で曇っており、雲の隙間で晴れているところもあります。今夜から明日にかけても沖縄地方は寒気の影響で曇るでしょう。沖縄本島地方では今夜遅くにかけて、先島諸島では明日明け方にかけて北または北西の風が強く吹く見込みです。陸上海上とも強風に注意してください。沖縄地方の沿岸の海域ではうねりを伴いしけています。しけの状態は明日にかけて続く見込みです。海上や海岸付近ではうねりを伴った高波に十分注意してください。本島中南部、今夜は北西の風強く曇るでしょう。明日は北の風やや強く、後北東の風曇るでしょう。那覇での朝の最低気温は17度、日中の最高気温は20度の見込みです。うん、実はですね、はい、ちょっとこのうるま市の観測点であります、はい、あの宮城島の、はい、今日の、うん、気温の情報を取ったんですけども、はい、夜中深夜1時が20度あったんですけども、明け方5時には 19.6 度、そこからずっと下がって12時に 19.4 度、うん、そして2時に 18.2 度、4時に 17.5 度、うん、6時が17度、うわと、ですね、うん、気温がどんどん下がっていって、うん、実は今夜が、うん、今夜から明日の明け方にかけてが一番気温が低くなる予報のポイントになるんですよ。うん、で先ほど7時の観測のデータは 16.7 度、もう16度まで下がってきております。明日はですね、最低気温が17度の予報ですので、ここが一番の底になって、明後日土�曜日の、うんうん、最低気温は18度、日曜日は20度と若干戻ってきます。なるほど、はい、で最高気温も土曜日は、はい、明日は20度ですが、うん、土曜日は23度、日曜日は25度とちょっと暖かくなってくるんですけれども、その代わり土曜日は晴れ時々曇り、日曜日は曇り、一時雨の予報となっております。はい、ちょっとね、天気の方大きく変わったりしますので、ぜひ皆さん体調崩さないように気をつけて週末を過ごしていただきたいと思います。はい、以上ペイジングウェザーでした。ペイジング868、番組の最後はラストソングをお届けいたします。今月は藤井隆さんの最新アルバム The Best of 藤井隆からお送りしてきました。今週が最後になります。今週はこの曲をお届けいたしましょう。豆腐ビーツでディスコの神様、フューチャリング藤井隆。
豆腐ビーツフューチャリング藤井隆でディスコの神様をお届けいたしました。なんか意外な曲とかいっぱい歌ってます ね藤井隆さん、はい、ぜひ皆さんよかったらですね、はい、このベストを手に入れてくださいさあ今日11月26日は何の日でしょう。いい肉じゃない。なんでよいい風呂の日。あ、こんな寒い時風呂入りたいよね。熱々のね、温泉とかさ。温泉よかったよ。マジでまた行きたい。風呂入りたい、うん、おうちシャワーだけどなんかあのお風呂のなに何も入れないのと、うん、いろいろあの柚子とか入れたりするさ、はいはいはい、ここだったらシリコアサーとか、うん、一番いいんだって。あ、柑橘系やっぱりこの香りとかで、うん、なんかあのサーモグラフィーみたいので実験するわけ。あ、このお風呂に入った人、何にも入れてない人とか、うん、一番良かったのがこれだった、お酒風呂もあったし、生姜風呂もあったし、やっぱり変わるんだ。柚子系、うん、柚子系が長持ち。へえ、柑橘系ってさっき言ってた。あ、柚子系じゃない、そうそう柑橘系。マジで時間系。こっちだったらなんでご飯、あ、ご飯じゃない、なんか見た目で、はい、皮だけでもいいと思うね。はい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 、はい、ね、あ、いいよね。風呂入りに行くか。ねねえ、何部屋どすこいどすこい、はい、いい風呂の日。しかもこんなに寒いとね、はい、本当にお風呂が気持ちいいと思いますので、うん、ね、よかったら、ね、ゆっくりね、はい、風呂使って今日の一日の疲れを癒してください。それではまた、あ、違うか何綺麗な声で喋ろうとしてんの。たまにはね、そうでもしないと。今週もたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。来、うん、はい、てませんでした。この後はイングレスジャービスレディオでお楽しみくださいそろそろ本を閉じる時間となりました。今日のこのひとときを忘れないために、昨日と明日のページの間にしおりを挟みましょう。ページング868、来週も一緒に新しい1ページを作りましょう。ということで、お相手は私文ちゃんとけいちゃんでした。明日は忘年会です。私もそうでしたでした？でした。終わってるじゃん、それじゃそれでは皆さん、体調崩さずに、本当です、良い週末を、はい、お過ごしください。イソジンとうがい、手洗い、ゴロ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 、バイバイブー、バイバイブーまた来週。